私にとって AKB48 は第二の家族というか、すごく絆の深い関係かなと思うんですよね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。本当にありがとうございました。チーム結成当初からのメンバー大島麻衣が4月26日のコンサートを最後に AKB48 を卒業。そんな大島が AKB を最後の企画として北海道豊平川で行われる 21.0975キロのハーフマラソンに挑戦。そこに秋元、大堀、中田、藤江の4人も加わり、5人での挑戦となった。しかしレーザープ、レーザープ、一回ちょっと、ちょっと止まろう、一回止めて。どう、このままだったらちょっと感想は難しいかな。公演やコンサートのリハーサルなど超過密スケジュールで思うようにトレーニングができない日々。さらに20キロ走れてないですね。最高で10キロぐらいしか走れてないのでちょっと不安が、正直本当に20キロ走ったことが全くなくて、それが一番不安かな。練習で1回も20キロを経験しないまま本番を迎えることに。果たして無事完走することはできるのか。大島麻衣卒業記念、涙のラストラン。レース前日、北海道に来ちゃった。トレーナーさんによると、はい、休むことも練習ということで、今日はですね、北海道の街をみんなで下見したいと思います。ということで、大堀が北海道に詳しいガイドを用意。その人物は、ありがとうございます。え、金さん、はい、大堀のマネージャー金さんの案内で、まず初めに向かった先は北海道の食の台所、場外市場。見て見て、カニ、カニ、すごい。藤江の顔と比べてみて、痛い。ここで、はい、まあ、いいですよ。あ、カラバガニいただきます。でもその前に、お願いします。これテレビなんでゲームを、ドクロを引いた人一人だけ食べられないゲーム。さて、そのお味は？うまーっ！じゃあ、いただきまーす！これ夢だったんだよ。ちっちゃくて初めてこんなの25年で。うまい！これは何ですか？これはイクラの醤油漬けです。やっぱりイクラといえば、ご飯に乗せて、あったかいね、わーって食べたいじゃん。うわー、行きたいですね。そのご飯とかってこう用意していただいたりとかって、今日は特別に。やったー！ということで、やったー！やったー！ちょっと今日さ、揺れるから揺れるから。この組み合わせね、神出ました、神。続いて一行が向かったのは、プロアスリートも訪れる北海道神宮。明日の感想をみんなでお参りした後は、思い思いの願い事を絵馬に書き込む。明日のハーフマラソン、絶対に5人揃って完走するぞ。マラソン完走できますように。そして
みんな自分を信じて負けない心を持てますように。字が綺麗。そして大島は難しいから見せない。間違えないから見せない。ここで一行はコースの下見に。すごい、なんかもうここに来るとね、やっぱ実感湧くよね。なんかいよいよって感じだね。そして5人の目の前にはすごい緊張のスタート地点。ここでコースのポイントをトレーナーの方に伺うと、この競技場をスタートして、はい、この外にすぐそこから出ます、はい、公園の中をぐるーっと約3キロぐらい走る、公園を抜けると河川敷は折り返しまで緩い下り坂。しかしそこからが一つ目の難関。長い上り坂が続くため前半で飛ばしてしまうとここでスタミナが切れリタイアする選手も多いという。二つ目の難関はラストの公園。アップダウンの激しい坂が待つ。結構本当に長いので、ね、ちょっと慎重に、はい、あんまり舐めないで、はい、そしてその夜大島が部屋にいると、はーい、マイマイ、おー、無事、もう少しマイマイと話してもいい？どうぞ。やってきたのは大島を姉のように慕う藤江だった。マイマイが卒業しちゃうってことで、うん、不安とかがあって、うん、不安をなくす、うん、みたいな方法とかってなんかある？うん、なんだろう、不安をなくすには藤江はもっと自分に自信を持てばいいと思うよ、うん、だから藤江は多分今自分が自信が持てることがまだないんだと思うのね。例えば選抜に入ってもそのメインメンバーに入れない悔しさとか、あとは仲いいね子とかに先に抜かされちゃう悔しさもあると思うし、なんで私ダメなんだろうと思っちゃうことがすごいあると思うの。だけど今頑張ってれば絶対に分かってもらえる時が来るから、自分信じてあげんだよちゃんとね。自分に自信を持つこと、大島が藤江に伝えたかった最後の言葉だった。そして迎えた本番の日、メンバーたちはやや緊張の面持ちで会場に到着。まずは受付でエントリー。楽しみしかないよ ね、 そうですね、ここまで来るとね、エントリーも無事に終えた5人。すると、ちょっと、ね、見て何やってんの、出るの、はい、出ないの、大丈夫ですか、走れんの、頑張ります。スタート1時間前、ウォーミングアップで緊張をほぐそうとするが、最近あんま寝れなくて、多分今日のことがずっとあってやばいですね。昨日のロケからずっとすごい緊張してて全然寝なかった。そんな中、昨日は眠れました、はい、ぐっすり眠れました、10時間ぐらい。みんなで完走目指して頑張るぞ。あー、よろしくお願いします。お前いよいよスタートの時、なんかね、もう笑顔忘れちゃうんですよ、やっぱ緊張しちゃって、うん、人多いですね。ゴールする時は笑っていたいですね、自分でも自信がつくように頑張ります。スタート、それぞれの思いを乗せスタートの合図が鳴り響く。このペースでいけますか？うん、全然いける。今日ね、ついないときてもうそこ1キロだった。5人から遅れること5分。無理っすね。金さん1キロでリタイア。
せーのってありがとうございます。5人は快調なペースで公園を走り抜ける。3キロ、おー早いね。だって3キロもっとグラウンドで走ってるときつらかったよ。つらかったここからがいよいよ河川敷。暑いから増えたのかな。折り返しまで下り坂が続く。え、あれみんな投げたやつ。ちょっかっこいいあれ、気持ちいいよ投げるちょっと夢だもんね。5人の憧れ給水ポイントを通過。カメラ良いですか。この先で止まった。余裕を見せながら順調に進むメンバー。そしてついに、折り返し地点を通過。はい、すごい、しかしここからは練習でも走ったことがない未知の領域。さらに上り坂が延々と続く。徐々に気温が上がり5人の体力を奪っていく。いつしか会話が聞こえなくなっていた。そして最後の給水ポイントで異変が起きた。足が止まった。体力は大丈夫なんですけど足が、気持ちはあるのに足が動かない。すると大島が一人何も言わずに走り出す。他のメンバーの心を引っ張るかのように。本当に陰ながらの努力っていうのはあの人の顔だなって思うぐらい人に見せない人なので、そういうところすごいなって本当に思います。努力を続けるのは大切だなって前々から学びました。なんか昔からちょくちょく相談とかは乗ってもらったり頼れる存在。AKB にとって大島は常にお手本だった。彼女の隠れた努力を知っていた。頑張ってね。そして今回も大島の姿が他のメンバーに走る力を与えていた。まあいい、いよいよ明日だよね。マラソン、マイなら絶対できると思ってるから、北海道には行けないけど、マイのこと応援してるから頑張ってね。トモはですね、必ずこういうマイが何かをやるって時はメールをくれる子で、マメな子なんですけど、すごく、わがままに見えがちだけど、ただの甘えん坊だったり、強がりな部分がある子なので、すごく心配な子ですね。前日に大島に届いたメンバーからの応援メール。高見菜はすごくみんなのことを守ろうとしてるというか、引っ張っていこうとすごく頑張っている子なので、まあ頑張りすぎずにいつもの高見菜らしくいてほしいなと思います。コジパはああいう風に見えるけどすごく考えてる子だと思うし、しっかりした子なので、これからも頑張ってほしいなと思います。マリコはさりげなくメンバーを支えてたりとかしてる部分があるので、そういうところでメンバーを支えてほしいなと思います。あっちゃんはもう大丈夫、一言で大丈夫だと思います。これから先もみーちゃんはすごく考えが大人で合わせ上手な部分もあるので、もっと子供らしく素直な部分も見たいな。私にとって AKB48 はやっぱりなんて言うんだろう、第二の家族というか、すごく絆の深い関係かなと思うんですよね。なのでその存在がなくなっ
ってしまうっていうのはすごく寂しいですけど、絆の部分ではずっとつながっていると思っているので。第二の家族から送られたたくさんの応援メール、それに応えるためにも大島は足を止めるわけにはいかなかった。メンバーは18キロ地点を通過。その時藤江が動いた。ずっと泣き虫だった藤江が集団を抜け出し、初めて大島の前に出る。藤江は心配だって言われたので、このマラソンで一人でも大丈夫なんだっていうところを見せられるように頑張りたいと思います。大島にはいつも心配ばかりかけてしまっていた。だから一人で頑張る姿を見てもらい、安心して卒業してもらいたい。藤江が一人前に出たのはそんな気持ちからだった。そして5人は最後の難関、アップダウンの激しい公園の中へ。しかし誰も足を止めない。それぞれの思いを胸にゴールを目指す。そして藤江は5人の中で最も早くゴールにたどり着いた。たった一人自分の足で、あと3メートル、2メートル、1メートル。しかしゴール直前、藤江が足を止めた。マイマイと一緒に完走できたらいいなと思いますね。本当の妹のように可愛がってくれていた大島。大好きな大島と一緒にゴールしたい、そんな藤江の思い。一方、回転続いて中田、大堀もゴールをくぐり抜ける。一人待つ藤江、するとそこに、大島がやってきた。大島と藤江、2時間35分17秒で同時にゴール。待ってた。ずっと。ありがとう。笑顔でしょ。今まで前に心配かけたから、これで安心させられたらなって思って頑張りました。いや、藤江がね、こんなに、なんて言うんだろう、成長してくれたというか。やばい。後輩の成長を目にした大島に熱いものが込み上げる。これが自信につながって、もっと藤江が大きくなってくれたらすごく嬉しいなと思いました。自信を持って頑張りたいと思います。 AKB を卒業し、一人芸能界という大海原に旅立つ大島。自分の殻を破り、少しだけ成長した藤江。最高の笑顔がそこにあった。48が送る新世代のハッピーバースデーソング、涙サプライズ。6月24日の発売に向け、ミュージックビデオの撮影真っ只中。近日公開、お楽しみに。AKB48 ついに海外進出。
7月にフランス・パリで開催されるジャパンエキスポ2009で AKB48 がライブを行います。現在各種特典付きの応援ツアー参加者募集中、詳しくはオフィシャルサイトをチェック。たった今 AKB48 選抜の解散が明らかになりました。繰り返します。公開です。アイドルグループ AKB48 が13枚目のシングルの選抜メンバーをファン投票による総選挙で決定することが明らかになりました。メンバーたちの反応は、突然の総選挙はいかがですか。選抜を外したらどうするんですか。総選挙が行われると聞いて今どんなお気持ちですか。あ、まだ何も始まってないので何も言うことはできません。すいません、失礼します。大堀さん、今の心境、やっとこの時が来たわ。このチャンス絶対ものにしてるわ。はい、OK です。ありがとうございます。投票日は6月23日から7月7日、開票日は7月8日を予定。公式ホームページではメンバーのアピールコメントも見ることができるとのことです。以上、AKB 臨時ニュースでした。ファン投票1位となった噂のあの曲をテレビ初公開。1月に渋谷アックスで行われた AKB48 リクエストはセットリストベスト100-2009の中でなんとファン投票1位を獲得したチーム B の初日、テレビ初公開です。私は立てる。